メガネ作りの礎を築いた人々の物語。冬の間畑も田んぼもできんさけ、兄さんこの村でやりませんか。メガネ、おお、メガネ作りはこの村を救うだけじゃありません。不自由な思いをしている人たちを救うんです。これでようやっと始まりますね。メガネ作りはそうはもうない。資金繰りも合わせて相当の覚悟がないとあかん。俺はあかん。融資を打ち切る。お願いです、最後まで諦めないでください。内国共産系博覧会です。うちのメガネが入賞すれば日本中の人が認めてくれるはずです。きっといいメガネを作ってくれますよ。人生をかけてメガネ作りに挑んだ人々の情熱と愛の物語。おしょりん。